Hey you。こんばんは。はい、土井美紀子です。本日も千葉県東金市にありますインターネットメディア放送局ヤスアウェブから生放送でお送りさせていただいてます。ね、で今日はねご覧の通り、はい、今日はね久しぶりのゲストをお迎えしております。お邪魔してます。ね、どうもどうも。ね、今回はですね、はい、ミセスジャパン2020千葉大会、先週無事にね東金市で2回目の開催が叶ったんですけれども、その時の、ファイナリストのお一人でもあり、昨年もね出場してくれた、はい、久保田恵子さんに来ていただいてます。ありがとうございます。ではじゃあちょっと簡単な自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、千葉県市原市から参りました久保田恵子です。よろしくお願いいたします。ね、でどうでしょう、何をされているとかちょっと簡単に、いいもちろんいいですか、PR しちゃって。簡単にね、はい、うん、もともと幼稚園教諭で、うん、千原台、市原市の千原台というところで、うんうんうん、2歳児を預かる教室、すごい、そして、うんうん、シニア世代の、施設で、うん、パソコンの指導、すごいパソコン、はい、千原台コミュニティ、それから三和コミュニティの主催事業も担当させていただいたり、うん、そして、企業様のお手伝いということで、うん、最近はドローンを飛ばして、ね、飛ばしてますよね、はい、すごいね、ドローン飛ばして撮影させていただいて、うんうん、それを編集して納品するっていうお仕事もさせていただいたり、うん、研修講師とかもやっております。幅広いんです。幅広い、はい、一押し業務は何ですか。やっぱり幼稚園教諭。あ、そうなんですね、はい、今もやってます。はい、すごい。2歳児を預かるお教室、プレキッズっていう、幼児教室を経営してます。すごい。コロナの時はどうされたんですか。そうなんですよ、今年ね、うん、開催できなかった。あー、そっか、はい、そっかそっか。じゃあね、はい、本当にまあでもその時代の流れを読みながら、うん、はい、またじゃあ新たな形で、そうですね、リスタートするような感じ、うん、すごいね。じゃあ今日はね、はい、そんなね千葉大会のファイナリストでもある久保田恵子さんをゲストに迎えて、はい、CM の後いろいろ根掘り葉掘り聞いてみたいと思うので、引き続き CM の後もご覧いただけたらと思います、はい、まだ見ててね。本日も千葉県東金市にありますインターネットメディア放送局ヤスアウェブから生放送でお送りさせていただいております、はい、で今日はね先ほども CM の前にお話ししたんですけれども、ミセスジャパン千葉大会、なんとね2019、はい、初開催の時にも記念すべき挑戦をしていただき、そしてねなんと今年ももう一度ね、はい、挑戦してくれたという、もう本当に嬉しい。本当嬉しいんですよね。なんかにその何が嬉しいって、そのね、その大会に対して嫌なイメージとか思っていたらもうきっと挑戦ってないじゃないですか、はい、また挑戦してくれた。そんなね久保田恵子さんなんですけれども、はい、すぐそのなんで挑戦もう一度してくれたんですか。去年は、うん、茨
ブニングドレスが着たいってことで、このねロングドレスね、なかなか着ることない、そんなドレスが着れるってことで、エントリーしたんですね、でもそれで満足だったんです。そっか。でも、大会の最後ぐらいに私何やってんだろう、せっかくエントリーしたのに、最後頃に思ったんだ。そうなんです。へー、でも、歩くこともできないし、スピーチもうまくできないし、ちょっと悔しくて、悔しい。そっか。でも去年から言ってたんですよね。そうだよね。そう言ってくれてた。でも来年も出るからね。すごい。ね。すごい。で今年は、ちゃんと歩けたかな、みきこさん。歩けたよ。去年よりもう全体的にもうウォーキングのスキル、ポージングのスキル、スピーチをする時の姿勢、あとスピーチをする時の声の大きさ、なんか伝えたいこの何抑揚もうすごい頑張りました。頑張りました。頑張りましたね。であのその大会の模様ね、あの見れるので、Facebook のミセスジャパン千葉大会のトップページを見ていただくと、もうねすでにね生その生中継をまだ残ってます。知らなかった。残ってます、ね、そうそう、はい、残ってます、はい、でもうすでに4000回転以上してるって、もうすごいたくさんの方が見ていただいてて、ありがとうございます。ね、本当ありがたいですよね、なのでそのけいこさんを見ていただけたらびっくりしますよね。いやいやいや大丈夫大丈夫大丈夫で去年のもね実は残っているので、もうあの本当にね趣味の稽古ファンの方はぜひね比べていただけたらと思うんですけれども、ぜひご覧ください、ね。で今年度もそうなんですけど、昨年を含めて多分今までより東金市に来ることがすごい増えたかと思うんですよ ね。レクチャー会だったり、もちろん大会当日、あと打ち上げとか、なんかいろいろね、アフターパーティーは去年別の日に開催したりして、すごくね、恵子さんにいっぱい東金に来ていただいてると思うんですが、今までトッチーノとかはね、よく行かれたって、あの今お話ししてたのね、あの私、鳴門でゴルフ習ってるんですね、習ってたんですね、で、ご飯食べに来るってなると東金まで来てたんですよ。すごい。しかもトッチーノに、トッチーノよく行きました。でトッチーノというのは、トッチーの名前もまあちょっとかけてはいるんですが、トッチーの店ではなく、東金市の道の駅みのりの里に併設されているレストランがトッチーノなんですけど、おすすめっていうか何召し上がってたんですか。なんかセットがあって、それからデザートもだいぶざっくりしてません、ランチセットにデザートまでついてて、飲み物もなんか飲み放題だったりそれとあの空間、空間ね、広い空間で、ゆったりと外眺めながら、そうだよね、緑がね見えるしね、そう、で入り口にもこのトッチーちゃんがねこういっぱいいるんですよ、こう行列のようにずずずずなんてなっててすごい可愛くって、もうそこめちゃめちゃ私の中にインスタ映えスポットって言ってるんですけどまあね、その中でもまあね、以前からその東金市の実りの里道の駅のトッチーノに来てくださってた恵子さんなんですが、大会をきっかけにさらに東金にねお越しいただくきっかけになられたのではないかと思うんですけど、その中でもこう恵子さん一押しの何かありますか。はい、私発酵の勉強もしていた関係で、発酵食品、はい、お味噌、あの黒豆味噌を昨年いただいて、副賞でね、すごい全員にくださったんですよね、今年は海苔を全員にくださってる東金の企業さんが、ごめんなさい、写真撮る前に食べてしまいました。じゃあね、食べちゃったらあの写真どっかから拾って投稿してください、はい、でそう、味噌は本当、黒豆の味噌なかなかないですね、お店で出会わなくて、あのわざわざ東金まで来て購入させていただいたり、すごい、ありがたい。それとついに味噌作りをしちゃいました。そう、昨年ね、昨年だっけ、2月です、そうだ、もう今年いろんなことありすぎて去年って言ってしまったんですが、今回はね、恵子さんにも来ていただいて15キロでしたね。そう、2人で30キロ、そう、
でね、あの発酵食品をみんなでね、もっと身近なものになってもらえたらとね、東金市にあります第一加工所、もう千葉県で初めてできた加工所なんですね。はい、そうなんです。だからできた当時はすごいテレビの取材なんかもね、すごい来ていて、まあ、今でもポツポツあるんですよ、こう見えて。うん、でそこで ね、ついに恵子さん、はい、本格的な大量の味噌作りは初めてです。はい、そうですよね。どうでした？ね、楽しくて。でもね、偶然があるんですけど、私いつもパソコンの生徒さんにお味噌いただいてたんですよ。で、亡くなる頃に生徒さんが亡くなったでしょってお味噌くださるんですね。そのお味噌が一緒だったんです。あ、第一加工所製作のお味噌、アグリライフ製作。もうずっと、すごいよね、それね。1年以上、もっとか、2年ぐらい、2年ぐらいずっと食べてた。すごい。じゃあもともと東金の味噌を食べてくださってた。食べてたんですね、偶然なんですけどね。すごいですね。はい、そうなんだ。でも作ってみてどうでしたか？はい、こうやって作るんだこんな苦労があるんだ。そうなんだ。重いですよね。重い。そうなんですよね。なんか本当にね、あのやっぱ一度ね作っていただくとすごいわかると思うんですけど、意外と手間暇がねかかってます、でも手間暇かかってるんですけど、だけどなんか簡単といえば簡単じゃないですか。あの楽しいですよね。添加物何も入ってないっていうのが本当にわかりますもんね。そうなの。大豆と塩と、塩と麹、麹バチね。で本当にまあ今期っていうか、まあ今年2月頃もちょっとコロナがちょっとこうチラチラしてた時期だったんですけれども、まあ、すでにその第一加工所の方ではもうコロナ対策を始めていましたので、ご安心して作っていただいたんですけれども、換気する、まあ、手袋で手洗いなんかもねすごいしっかりやらせていただいて作ったんですけれども、なんかまたやりたいとかあります？もう今年予約して帰ったと思うんですがそうなんです、実はね終わった途端来年も来るねって書いたんですよ ね、そうで、本当に実はお味噌作りって今すごい大人気で、早く予約しないとねできなかったりするんですけれども、今ねその発酵食品がね、あの今回ねこう感染症対策で免疫力強化の中でもすごく大事とされているのでね、日本のねお味噌すごい大事だと思うんですが、他になんかこう東金エピソードなんかありますか、恵子さんの中で。東金エピソードですか。なんかこんなところあったんだとか、ここ来て楽しかったとか、そういうのがあったらぜひ。なんかあります？ない。悩んじゃった。あ、やっぱり、あの八角湖。八角湖ですね。あそこは素晴らしいですよね。あの桜の時期来たかったですね、今年。そうだよね、今年はちょっとバタバタだったので、ぜひね、年明けたら、その花見ツアーを、いろいろ工夫して、またミセスジャパンメンバーでね、できたらと思いますね。私何年かな、10年前ぐらいに、やっぱり木造の、建物がとても珍しいっていうんで、お邸さん、そこ全部、全部中を見せていただいたっていう、そうだったんですね、経験があるんですね。すごい、もう本当いろいろね、出てくる出てくるエピソード、CM の後もねまた引き続き伺いたいと思うので、ぜひねこのまま生放送をご覧いただけたらと思います。コメントも待ってます。ありがとうございます。
です。本日も千葉県東金市にありますインターネットメディア放送局ヤッサーウェーブから生放送でお送りさせていただいております。そして本日はゲストの久保田恵子さん、はい、ミセスジャパン千葉大会連続ファイナリストの方に来ていただいております。ありがとうございます。でね、もう放送も本当にもうバンバンも中盤にも差し迫ってしまっておりますが、ね、先ほどもね東金のエピソードいろいろ聞かせていただいたんですけれども、はい、あと一つなんかもちょっと東金来て来て来て楽しいよってなかったらぜひ教えていただきたいんですけど、この夏ですよ ね、 ね、ホタルを、うん、はい、見にお邪魔しました。すごい、もうあれ何ホタルでしたっけ。源氏ホタル、はい、源氏ホタル、その後平家ホタルだったんですけど、ちょっともういろいろなことがあと、はい、ちょっといろいろありまして、ちょっと平家ホタルはご案内できなかったんですが、はい、実はね東金市の某所で、そこはあのちょっとね SNS では公開できないんですけれども、あの秘密の場所にね恵子さん、はい、本当少人数で来ていただいて、はい、カメラマンさんをね、うん、お邪魔しまして、そうだからちょっと今日 Facebook で後であげようかな、はい、後で画像ください。ホタルですか、うん、あのなんかプロのカメラマンさん、はい、大丈夫、すぐ出せるかもしれないな、ね、うん、で本当にね綺麗で、うん、この東金にねホタルが見れる場所があるということは、うん、水が綺麗、空気が綺麗、うん、土が綺麗ってことなんですけれども、どうでしたか見た感想は。本当に、なんて言うんだろう見た時にゾーッ、うん、ゾッとした、なんか、なんて言うんだろうゾッとした、うん、ゾワゾワっとしたじゃなくて、そう、そう、なんか、なんて言うんだろうねそうだよね、なんかもう言えない感覚で本当に、はい、幻想的で、うん、たくさんいたんですよね。たくさんいたんですよ、うん、はい、本当にいましたよね。いました。であれね、ちょっとピーク終わっちゃう時だったのね、ね、もっといたんだよって。そうなんです、ね、うん、でカメラマンさんがこうパシャッパシャッ、うん、で、あのシャッターが落ちる形での撮り方するので、こうホタルが動いた形に、ね、動いた、あれなんて言うんですかの撮り方、タイム、あ、ごめんなさい、ね、忘れちゃった。大丈夫です、はい、失礼しました失礼いたしましたなのでなんかちょっと専門的なね、はい、撮り方でプロのねカメラマン、ね、市原市在住のね、はい、もう凄腕のカメラマンの方にね、はい、来ていただいてね撮っていただいたんですけれども、ぜひねそんなね東金って、うん、まあ田舎といえば田舎だけどもホタルがいる田舎って意外と少ないんですよ ね、 ね、 ですよね、うん、なのでねちょっとそんな魅力もある東金なんですけれども、うん、去年と今年とね引き続きこのローカルエリアでミセスジャパン千葉大会の初開催と、うん、なんとかコロナ禍の中で連続開催を叶えたんですけれども、うん、そこにねこう連続に出場していただいてるって本当にありがたいことでそんな中でやっぱり大会の変化もあったり、うん、そのご自身の変化もあったりすると思うんですけれども、うん、こう皆さんに伝えたい こうことってありますか、ね、うん、昨年の大会はお寺で、はい、え、お寺って思ったんですけど、はい、あの回廊が素晴らしいんです ね、うん、本当にもうあのコンテスタントが立つだけですごい絵になる、うんうん、ね、そして今年は、うん、あのセレモニーホール、うん、トンカクさん、うん、トンカクさんですね、はい、やらせていただいて、うん、そうするとポルシェ、赤いポルシェを持ってきてくださった、うん、あのスポンサー様いらして、うん、ね、なんかそこの前に立って写真撮らせていただいたり、うん、そしてお花をいっぱい飾ってくださった中、うん、そして照明当たる中、うん、歩かせていただき、うん、素敵な体験をさせていただいたんで、私何が楽しいって、うん、コンテストさん初めて会った時と、うん、それから大会までのそのキラキラ輝く変化、うん、私なんかねそれを楽しんでていいのかあれなんですけど、うん、本当に楽しいです。なるほど、一緒してて、へー、はい、私変わりましたかねって自分自身は分からないんです変わらないと困ります、変わらないと困りますで、ね、別にねその変わらないからがダメとかってのは全くないんですけども、はい、変わる、ね、という名のその学びであったり、うん、成長があるからこそそのいろんなね気づきがあるので、もう本当に久保田恵子さんももう昨年からねよく知ってねいろいろ私の厳しいレッスンにも耐え今回ね目標あったんですよ、はい、何でしょう、
内股の改善。あ、そうだよね、すごいですよね。それと私、はい、あの話するときになんか頭の中でくるくる言葉もあっちゃって、うん、うまく言いたいことが伝えれなかったりするので、うん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 、やっぱりスピーチ力、ここをねちょっと頑張りました、はいね、内股少しは治ったでしょうか。内股だいぶ治りましたし、はい、あとね後ろ体重直したらすごいもう激変だと思う、毎朝やっぱりストレッチちゃんとしてます、うん、すごい大会終わってもしてます、すごい、はい、素晴らしいね。本当にね、なんかその毎日の努力ってすごい大切で、やっぱり私たちってね日常普通になんかしているとなんか努力することとか忘れてしまったりしちゃうじゃないですか。でもね本当に恵子さんをはじめもう本当に今年20名という狭き門であったミセスジャパン千葉大会のファイナリストの皆さん全ての方がもう努力の証を最終日にね見せてくれてね、本当に見事でしたよね。本当に見てる本役のようなコメントしてあれですけど、本当に皆さん綺麗でした。でね、もう本当にねこうだったっていうね皆さん見ていて今生放送見ている方で、うん、あさっき高階ひろみちゃんファイナリストの高階ひろみちゃんがコメントくださってありがとうございます、はいはい、ね、そうなのでこうコメントができるのがあの iPhone の方ユーザーのみなんですけれども、ワロップというアプリを今から入れていただいてまあ来週でも大丈夫なんですけどもアプリを入れていただくとこのリアルタイムでもうあの一緒にね放送中にコメントの内容とお話ができるのでね、今の恵子さんにね一言物申すとかあったらぜひねこのカートでも大丈夫なのでアプリワロップを入れていただけると嬉しいですよね、はい、ね、なので本当にね劇的な変化を遂げたのは本当に恵子さんだけではないんですけれども、ご自分の中でちょっとまた新しい、私いつも伝えてるんですけど大会で賞を取ることとかグランプリを取ることだけが目標の方はあんまり私おすすめしていないんですね。ただの品評会とかではないっていうのをコンセプトにしているので、大会が終わってからが本当の勝負というふうに伝えてるんですが、今終わってまず千葉大会終わって恵子さんどうですか、なんかこう湧き出てきた何か思いを2分8でお願いしますお願いしますね、なかなかお化粧も私しなかったんですね、今日しっかりされていて、はい、ホーバーオイル買ってくるくるくるおやすみって寝るぐらいで、もう朝起きたらもう本当にまたオイル塗って行ってきます、ちょっと口紅ぐらいは塗ろうかなぐらいで過ごしてたのが眉毛を描き始めました。え、眉毛描いてなかったんですか？あるからいや、ちょっと待って、去年どうしてたんですか？普通普段え去年描いてなかったんですか？描いて、あの描いてましたよね、描いてびっくりした、普段描かないあ、なるほど、普段描かない、ちょっと今衝撃の事実だと普段描かない普段ね、でも大丈夫、私はあんまりね普段お化粧してないので、ですが、でも恵子さんで、そっか、その化粧がまず変わったね、あとは、あとですね、やっぱり喋るとこと、私主語がないんですね。あ、そうかも、結構さ、わかる。主語、述語だけとかね、なんか、あと目的語も消えてる時ありますよね。はい、でね、何言ってるかわからない久保田さんって言われることあるくせに、私、パソコンの講師やって2時間喋ってるんですよ。申し訳なくて、パソコン講師の時はさすがに主語あるんですよね。いや困ってらっしゃると思う。いや大丈夫かな、申し訳ございません本当に。いやね、でもね本当に今回ね千葉大会のね、はい、私の裏方も手伝っていただいたりとかしてね、パソコンね、パソコン得意なんで、得意なんでね、はい、手伝っても、もう私ね本当に最後の1週間も限界でもう無理、自分でもう入力しきれなくなって、本当にねお手伝いしてもらったりとした恵子さんなんですがね、本当にこれからがまだまだ楽しみな、はいね、ファイナリストの方のお一人です、ね、また CM の後、ね、残り最後の放送になるんですが、まだ引き続きコメントも待ってます。引き続き見てね。恋するラララ
です。本日も千葉県東金市にありますインターネットメディア放送局ヤッサウェブから生放送でお送りさせていただいております。で今日はねゲストの久保田恵子さん残り2分26秒となりましたが、ね、やっぱりミセスジャパンといえばスピーチ力ではね、今日はそのスピーチでも培ったそのスキルを存分に活かしていただきめっちゃプレッシャー30秒スピーチで、ね、お伝えしていただいたことをぜひこう世界に発信していただこうと思います。ではどうぞ。はい、はい、多くのミセスが、うん、主人に聞いてみる、うん、子供が塾なの、うん、やりたいことをたくさん諦めてきました、うん、でもその結論を出しているのは自分自身だということ、やりたいこと、なりたい自分、意識して過ごす毎日の大切さ、たくさんの方に伝えていきたいと思います。ありがとうございました。なんか素晴らしい、緊張しましたね。なんかね緊張感が伝わってきました、私も、はい、でもね素晴らしい、本当にね、の私の周り、ね、そう、うん、幼児教室やってる絡みで、うん、若いママたちにたくさん会います、うん、我慢してらっしゃることもいっぱいあるし、うん、ね、いろんな事情を抱えて子育て頑張ってる方にたくさんいます、うんうんね、そうですね、本当にねそういう方にもぜひ挑戦していただきたいし、うん、ね、今年ねちょっと、エントリーをきっかけにシングルマザーのねファイナリストの方、出場を目指してた方がね生活保護を脱することができたりとか、はい、本当素晴らしいし、あとはね病気を抱えていたりとかして、病気を抱えてたりしてもそれをね克服しながら頑張る、うん、何か新しいことに挑戦するとか、あともう一つは あれですね足が悪くて人工関節を入れたい、ね、うん、ハイヒールなんて履けないなんて思ってた方が ね今回笑顔でハイヒールになるのがなんかすごい楽しいっていう風に ねスピーチで言ってくれたね。大会12センチのヒールですよ。そう、履いてらっしゃる。彼女14センチじゃないかな。そう、彼女は14センチヒールなので、ね、本当に素晴らしいと思います。ね、はい、なのでね来週も続々とファイナリストのみんなをゲストにお呼びしようと思ってるので、はい、ぜひまた来週もご覧いただけたらと思います。ではまた来週、恵子さんありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。